ご視聴ありがとうございます。予約屋の花澤です。この度お知らせですね。10月1日から消費税が 10% に増税ということで、今までリラクヤでは消費税いただいてなかったんですけれども、まあ、この機会にですね、1割になって多数もあまり出なくなりますので、10% はいただくことにいたしました。回数券のご購入ですとか、初回の3000円ですとか、あとは、まあ、普通の施術料金ですね、一律で 10% を加算させていただきます。で、回数券につきましては差額ですね、例えば6000円だった場合、これ1個につき1500円なので4のところに穴開いて、以前だったらそれで終わりだったんですけど、差額が600円、 10% がつきますので、そちらは現金でいただきます。ご理解ご協力お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。